それでは今回はこちらのエリートの新しいローラー台ノボをご紹介いたします。こちらの商品はまず、パッと見ていただいて分かるように、大ぶりのフレームと、こちらの大ぶりのレバーが特徴的なローラー台となっております。しかし、デザイン性だけではなくこのようにしっかりと、安定性も兼ね備えており、さらに、エントリーモデルですがこのように5段階の負荷調整もしっかり行えるローラー台となっております。そしてもう一つ、こちらのノボの最大の特徴でもあるんですけども、このように、低重心にすることで後輪と地面との隙間が、わずかに抑えることに成功しております。これによって、前輪バイクブロックを置かずとも、しっかりとトレーニングが行えるようなモデルとなっています。深い位置で実際に乗り始めてみますと、深いネットはマグネット式なんですけども、深いネットの軸にエラストゲルが使われていることで、思った以上にパフォーマンスの高いローラー台となっていますね。そして次に負荷を一つずつ上げていきますと、一つ一つの負荷のかかり方は、かなりしっかりとかかっていくような感触を受けます。負荷を5まで上げますと、インナーでもしっかりと負荷を感じるような、パワートレーニングを行えるような、負荷のかかり方ですね。ギアの選択と、こちらの負荷ユニットの、負荷の選択によって、トレーニングをかなり幅広く行えるのではないでしょうか。